Bonjour! Online Franzugo Gakko, ensemble en français, 講師のVanessa です。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。4月1日は、エイプリルフールですよね。嘘をついても、怒られない日です。さて、フランスで、エイプリルフールは、何と言うでしょうか？ある動物が出てきますよ。Poisson d'avril. 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 4月の魚。そうです。魚ですね。フランスでは4月1日、Poisson d'avril の日には、紙で作った魚を、こっそり、誰かの背中に、貼り付けたり、嘘をついたりして、楽しみます。あれ？知らないうちに私も誰かに、魚を、つけられていました。気づかなかった。皆さんもぜひ、やってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!